はい、ね、ジャンクコーナーに来てみましたけど、ジャンクコーナーの前にね、この前にちょっとセルフチェックコーナーありましたね、ここね。はい、ね、ジャンクカメラコーナーのすぐ近くに、セルフチェックコーナー。でもこれもなんかちょっとどっちかというと、楽器テスト用のね、楽器のセルフチェック系な感じがしますね。はい、ね、こんな感じ。はい、じゃあね、で、はいね、ハードフォーね。カメラ用品買取強化中ですよね。これもね、こちらのお店でも貼ってありました。じゃあこちらね、買取強化されたこのジャンクたちはどんなもんでしょうか。はいですね、なんかすごいね、すごいカメラだ。4000円、なんだろうねこれ。あ、防水ファージングなんだ。へえー、あとペンタックスとかね。はい、オリパスか、ニコンのね、やつもあります。はい、こんなカメラ。うん、はい、はい、ね、お、ブルニカの、なんかすごいブルニカだな。はい、なんかすごい望遠レンズですけど、ブルニカがね、4万円で置いてありますね。はい、お、なんか、これね、ミノレタの、なんかある。ケースなのかな、これ3000。アルファ7000なの？アルファ7000用のケースなの？どういうこと？ミノレタアルファ7000って書いてありますけどね。ちょっと3000円。はい、どんなか、まあ、アルファ7000いっぱい持ってるからな。アルファ7000用のケースは初めて見ましたけどね。こんな感じですね。はい、ね、じゃあね、お次下ですね。はい、501とかありますね。 F501 とか、はい、ペンタックスとかね。はい、こちらもね、結構いい感じですね。置いてあるのはね、ガラスケースの中、なかなか興味深い感じですね。はい、こんな感じ。はい、で、ケンタッキー、はい、ニコンの F4 マクロ1万円ですね。ね、こんな感じですね。はい、SFX があったりとか。で、こんな、ね、感じ、レンズですね。ね、こんな感じですかね。ガラスケースね。はい、あとは、あ、こっちもあった。お、横もいっぱいあるね。はい、いっぱいありますね。はいね、見終わったね、SRT101 があったりとか。はい。いやー、何気に。すごいね。ちょっと、いっぱいありますね。ちょっとレンズとか落っこっちゃいそうだから。ね、こんな感じ。はいはい、こっちの方なんだろう、はい、ね、白馬のなんかレンズポーチ的な、レンズポーチじゃないね、カメラポーチ。はい、ね、401X とかね、はい、ね、ジャンクコーナーも非常に多くのジャンクがありますね。はい、アルファ3とかありました。はいね、シグマがあったり、はい、ペンタックスがあったり、うん、はいはい、なかなかもんですね。あ、まだまだ続くじゃん。こっちにもあるね。はい、2本ね、こんなんとか F50 だったりとか。はいね、こんな感じですね。こっちの方もね、じゃあね、またこういうね、いや、すごいことになってるんで、触りたくないです。はいね、もうこれおそらくシグマなんですけどね。
ちなみにね、触りたくないなと思うのも時にありますね。これは1100円シルバー、はい、ね、あっこれか、うん、消防ですよ、これなんか見覚えのあると思うな、はい、330円、ストーブをつけてですね、まあ、バッテリーのアダプターが、うん、こちらのストーブとかですかね、はい、じゃあ、よし、はい、ここにも、まあ、雑多にいろいろ入ってますけどね、100円なのかな、これなんだろうね、はい、ね、100円で売ってますけど、電気部品ですけども、かなり簡単なのかな、はい、ここも、まあ、これといって、よいしょ、あ、ちょっとね、ボディがちらほら入ってきましたね、キャノンネットとか、はい、当たってるとね、時折ポッと思うようなたまん出てきたりするんで、ね、あんまりこう、進んでっちゃうと見落としてしまうんでね、かといってこれだけ乱雑に入っているとなかなか丁寧に下の方まで見るというのは難しいんだよね、うん、はいはい、うん、なんだこれ、ペラロイド、なんだこれ、一応カメラなんだよね、ペラロイドのカメラっぽい、ジャンクコーナーはこんな感じなのかな、はい、特にこの辺とかも、ね、この辺とかも見て見るけど、そんなに、こういうのがなんか意外といいところになったりするんだけどね、どこなんですか、あ、タムロンか、タムロンのレンズ CFM、あ、マクロ、CF マクロ、うん、ちょっと何のあのあれだかわかんないんですけどね、モードが、うん、特にないかな、うん、特にないかな、なさそうだな、はい、特になさそうですね、はい、じゃあこのフィルムの、うん、ね、通して見るやつとか、あと上の方こんな感じですよね、うん、これなんだろう、あー、顕微鏡か、はいはいはい、じゃあここはね、ちょっと、アプリの方をね、ちょっとチェックしていきたいと思います、これは絶対ね、解読だと思うんだよね、余裕があれば本当欲しいぐらいだね、全然、相変わらずここの店もあれだな、このアプリのつながりが悪いです、はい、じゃあね、やっとね、Wi-Fi つながりましたので、これチェックインしていきたいと思います、はい、はいね、チェックインできました、はいね、このね、はい、ね、カメラとはね、関係ないんですけれども、ちょっとかっこいいなと思ったんで、こちらも撮っていきたいと思います、はいね、ゼロ線がね、ピトー管欠品と書いてあるんですけどね、この5000でも結構高いんだね、意外とね、はい、メッサー趣味とかな、はい、で F2 がありましたね、はい、でこれね、でここはビスマルクですね、ビスマルクでした、ね、こんな感じは、はいね、こちらのお店、こういうのも展示されています、はい、ハードオフ、埼玉ね、ハードオフ北本店のもね、来てみたんですけど、こちらのお店ね、カメラ関係の充実ぶりがね、すごいですね、
中盤カメラとかもね、ハッセルがあったりね、ブロニカがあったりとか、あとはまあマミヤがあったりとかね、いろいろあったんですけども、ここのお店で一番の注目はニコンの D700 ですね。あれ6万円ですよ。レンズついて、グリップついて、縦位置グリップついて、で結構ね、ボディなんか見た感じ綺麗で、で3ヶ月の保証付きで6万円ですからね、非常にお得だと思います。僕もね、ちょっとお金があるんだったらぜひ欲しいなと思う一品でしたね。ここで今ね、ちょっと買える予算がないのが本当に悔やまれてしょうがない感じです。はい、まあ本当にね、この動画見て買いに来る人速攻いると思うんでね、ちょっとなくなっちゃうと思いますけど、はい、ね、残念だ。はい、じゃあね、藤本動画でした。じゃあ